どうも皆さん。じゃがいもです。マリサだぜ。今回は、超簡単に作れる低コスト高効率な自動魚釣り機の作り方をご紹介します。3分くらいで作れるよ。もう魚には困らなくなる。では、早速作り方について、解説したいと思います。早速解説。まず、必要素材を確認しましょう。特にレアなアイテムはないよ。非常に低コスト。今回の装置は縦7、横3の四角形の範囲があれば作れます。まず、3マス穴を掘りましょう。そこからさらに下方向に4マス掘ろう。こんな感じです。あと8マスブロックを削りましょう。1×3、深さ5の長方形の穴を掘るぜ。こんな感じになれば OK です。続いて、穴の中にチェストを設置して、チェストに向かってホッパーを設置しよう。そして、動画のように壁に看板を設置します。この看板が溶岩の流れをせき止めて、ホッパー付きトロッコが燃えるのを防ぐぜ。そしたらホッパーの上に移動します。振り返って、建築ブロックを2個設置します。建築ブロックの上にレールを2個設置する。そしたら奥に行き、レールの上にホッパー付きトロッコを設置します。そして、ホッパー付きトロッコを押してホッパーの上に移動させよう。レールと建築ブロックを撤去します。ホッパー付きトロッコの手前に、ガラスを設置しよう。ホッパー付きトロッコがずれるのを防ぎます。このホッパー付きトロッコが、釣り上げたアイテムを回収する。そしたら振り返って、壁にはしごを設置します。はしごを設置しながら登って、外に出よう。ガラスの上に建築ブロックを2個設置して、ホッパー付きトロッコの上に、溶岩を設置します。看板のおかげでホッパー付きトロッコは燃えないよ。けど一応燃えてないか確認しておこう。こんな感じになっていれば OK です。一旦外に移動しよう。動画のようにチェストを設置します。そして、しゃがみながらチェストに向かって旗を設置しよう。そして、チェストの横から奥に3個建築ブロックを設置します。反対側も同じように3個建築ブロックを設置。建築ブロック同士をつなぎます。真ん中にはブロックを設置しないで OK。続いて、チェストの横の建築ブロックに向かって水を設置します。チェストと旗の間の水が浮きを固定するぜ。浮きに魚がかかると下に沈みます。溶岩で浮きが回収されるという仕組み。こちら側にも水を設置して、水源にしておきましょう。そしたら、建築ブロックの上にハーフブロックを設置する。チェストの上にもハーフブロックを設置します。そして、水の中に鮭などの魚を入れよう。魚を入れると、魚やお宝の入手率が上がります。魚の捕まえ方は簡単。水バケツを持って、魚に向かって右クリックをすれば OK。こんな感じです。魚は川で簡単に見つかるので、そこまで難易度は高くないです。漁師と交易しても入手できるぜ。魚を取ってきたら、水の中に魚を入れましょう。こんな感じになっていれば OK。なぜかデスポーンしないぜ。続いて、下の建築ブロックの上に仮ブロックを2個設置して、上の仮ブロックの側面に、植え付きでハーフブロックを設置します。仮ブロックは撤去しよう。このハーフブロックが間違えて溶岩に落ちてしまうのを防ぎます。そしたら、旗の横から手前に4個建築ブロックを設置しよう。反対側も同じように4個建築ブロックを設置します。さらに追加で1個ずつ建築ブロックを設置する。建築ブロックの間にガラスを2個設置します。そしたら、建築ブロックの上にハーフブロックを設置するぜ。動画のように8個ハーフブロックを設置してください。ガラスの上にも設置。穴をトラップドアで塞ごう。このトラップドアは装置への出入り口です。出入り口にアクセスできるように、壁にはしごを設置しよう。このはしごを登って装置の中に入るようにしてください。最後の仕上げ。装置の中に入ろう。壁に松明を設置して、湧き潰ししましょう。これで装置の中に敵モブが湧くことはなくなります。外に出れるように、壁にはしごを設置して、魚自動釣り機完成だぜ。超簡単。室内みたいになっているので、安全が担保されているのがいいですね。敵に襲われる心配ないしな。
今回の装置は雨の日だとアイテムの入手量が上がります。そんなに大きくなくて場所を取らないのがいいな。Java 版はオープンウォーターの概念があるから、装置が大きくなりがちなのに。統合版は簡単に作れるからびっくりするな。Java 版プレイヤー並みだめ。Java 版の方が優れているかと思いきや、統合版には統合版の良さがあるんですね。装置の稼働法もめっちゃ簡単なんだぜ。ここからは装置の使い方を説明するよ。釣りをするためには釣り竿が必要になります。宝釣り、入れ食いのエンチャントを付与しよう。強化が上がるよ。耐久力と修繕のエンチャントも付与しておくと、釣り竿が壊れなくなるのでおすすめです。中に入ったら一応トラップドアを閉めておこう。そして、旗の上部を狙って右クリックするだけです。そうすると、浮きが水の中に入る。魚が釣れると浮きが沈み、溶岩に触れて回収されます。アイテムはホッパー付きトロッコを通ってチェストに格納されます。経験値ももらえるぜ。再び浮きを投げるのは手動でやる必要があります。レンダスイッチという外部ツールを使えば、完全自動で放置できる。ダウンロードは動画概要欄からどうぞ。15秒おきに右クリックをするようにしましょう。それがベスト。連打間隔の欄に1万、5000と入力すれば OK。1秒は1000ミリ秒ね。チェストの中にアイテムが格納されているか見に行ってみましょう。いいね。魚もだけど、フグが入手できるのが嬉しい。エンチャント本も釣れるし弓も釣れるし経験値も手に入るし、最優先で作るべき装置かもしれませんね。Java 版と違ってずれたりラグのバグもないから、安定してるんだよな。浮きを投げるのも楽だし、素晴らしい装置ですね。さて、せっかくなので、レンダスイッチを使って1時間放置してみたいと思います。どのくらいのアイテムが入手できるか楽しみだな。AFK、AFK。あ、ちゃんとチェストの中は空にしてから放置しますよ。カットー！さて、1時間経ったので、結果を確認しに行ってみます。60代でも1時間で2レベル上がってるな。なかなか良い。おお、いろいろ釣れてる。集計してみよう。結果発表です。魚が178匹、フグが32、オウムガイが5、クラが6、弓が7、釣り竿が3、本が5、あとなんかいろいろ釣れました。すげえ大量だ。エンチャントもなかなか優秀なのついてますね。インベントリにある本は落下ダメージ軽減4と射撃ダメージ強化4だったよ。修繕とかついてるのやばすぎる。本とかにエンチャントするより釣りしてた方がお得かもしれないな。無限とか耐久力も嬉しい。魚を焼けば食料にも困らないし、フグは水中呼吸のポーションが作れるし、オウムガイはトライデントを入手するのに役立ちますし、釣り様様ですね。マイクラを始めたての初心者にこそおすすめの装置だな。ぜひ作ってみてね。というわけで、超簡単に作れる魚自動釣り機の作り方解説動画でした。いかがだったでしょうか？今回の動画が、少しでも皆様の参考になりましたら幸いです。他にもマイクラの動画をいろいろ投稿していますので、よければチャンネル登録や高評価オン。X のフォローオン。メンバーシップの登録。ぜひよろしくね。励みになります。明日を生きる活力になる。動画の投稿を見逃さないように通知もオン。グッズもあるよ。それでは皆様、最後までご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. See you next time. またね。